始まりました。ブックマちゃん、どうもアクニャンです。どうもみんなのこれ丸めメガネです。どうも中根さまです。この番組は本について好き勝手おしゃべりしちゃう番組です。本日もよろしくお願いいたします。お願いしまーす。さあ皆さん、先週、はい、第164回、おお、そんなにパンだ、直木賞の受賞作品が発表されました。はい、ブックマちゃんですね、宣言したんですけども、全作品網羅しようということで、はいはい、なんですけど、どうされました？いや、続けて。何？怖い。いや、続けてください。今回から直木賞をみんなで紹介していきたいと思います。はい、はい、まあ、皆さんね、分かってると思うんですけど、今回ご紹介する本はこちらです。集英社から大城中さんの裏寂しがわです。ぶっきましょう。なんとこちら、直木賞受賞作品です。やったー、おめでとうございます。ありがとうございます。メガネさん、おめでとうございます。ありがとうございます。後ろの本が倒れました今。メガネさん、後ろの本が倒れました。すいません、本当にすいません。わ、ありがとうございます。国映画のありがとうございます。ご存知ない方もいると思うんで説明すると、はい、この番組では、はい、自分が担当する本が選ばれたら、はい、担当編集者ばりに喜ぶそうなんですよ文化があるので。そうなんです。共に作ってきたような気持ちでございます、うん、本当におめでとうございます。ブックマ、こちらの本、時代小説になります、うんうん、江戸時代の千駄木付近の流れている浦川というね、ドブ川みたいな、なんか川の流れが悪くてずっと水が流れてないようなちょっと汚い川の長屋っていう、あの繋がった家あるじゃないですか、に住んでる貧乏なちょっとこう訳ありの人たちのお話になってます。なるほど。面白そう。短編小説になっていて、最初がすごい良くて、この浦寂し川って聞いた時にどんな川なんだろうっていう感じで、その川は止まったまま流れることがない、多分止め込んだ塵アクタが重すぎるためだ。18の地方はそう思えた。川が止まっているのと人の感情が止まってたりとか、人がこう成長するとか、人的に川をこう例えていて、シンデレラストーリーのように前には進まないんですよね。まさかのそっち方向なんだっていう方に進んじゃうんですよ。で、その最初の浦寂し川っていう上上市っていうのかな、着物の上に絵描く人に思いを寄せる千穂ちゃんっていう子が主人公 で、次のお話が屋根仏っていうお話なんですけど、これが私一番好きな話で、おたふく顔、ブスの夫婦が4人いる旦那さんのお話なんですよ。東中仮装、これ超怖い。これね、多分すだまちゃん大好きだと思う。一番最後になるんですけど、灰の男っていう息子を殺しちゃった男の人のお話になっていて、みんなこういう風に分けありなんですよ。結構ヘビーだね。そう、で、そこの長屋にみんな住んでるんですけど、その事実は知らない、うんうん、だけど短編になってるから、ちょっとその人がこう助けたりとか、なんかしたそういう人情味があったりとか、そういう優しさみたいなのはずっとあって、ブックマ、いい意味で言いますけど、ずっと寂しいんですよね、うん、このドブ川のところに住んでいて幸せになっていく主人公たちではなく、ドブ川に生きながらずっと頑張ってる人たちのお話になっていて、なんか腑に落ちない暗さみたいな、なんかね、こうベールみたいな、なんかなんかがこう霧がかっていて、で、一番最後の灰の男でその霧がめっちゃ晴れる感じになる。あ、一番最後に。そう、あの別に話を回収するとかではないの、その辺も全部オムニバスなんで、その男の人のお話になってるんだけど、なんでみんなここにいて、なんでこんなベールみたいなのがかかってて、なんでこんな寂しい気持ちになっちゃうのかみたいなのが一番最後の話で振り落ちるというか納得する感じになってます。各お話のつながりはないけど、うん、ない。でもそのなんでこういう雰囲気だったのかっていうのが最後に分かる。そうそうそう。でやっぱり私この本めっちゃ素敵だなと思ったのが、その千駄木の川に住んでる心と人間の動きがめっちゃマッチしてるのね、うん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 、だからちょっと花が咲いたりであったりとか、うん、なるほど、なんかでも川の流れは進まないであったりとか、季節が変わったりだとか、よくあるじゃん、あの人を花で例えるとか、うんうんうん、あの魚で例えるとか、そういう感じになってるんですよね。それがすごい美しいし、悲しいの、うん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 、ずっと悲しいの。もちろんなんかちょっとした救いみたいなのあって、それはいいんですけど、読んでる方ってどんどん悲しくなってくの一緒に。いや、なんかね、それもすごい複雑な感情で、結果としてはね、悲しいオチなの。もっと報われてもいいじゃんとか、え、なんで、え、お前好きだったのとか、え、なんでこっちなのみたいな思うんだけど、なんかね、物悲しいけどあったかい、すごいね、江戸時代のお話なのに今と変わんない、この訳ありで住んでるみんな、新宿の人間見てるみたいな、うん、学長の人間見てるみたいな。でもやっぱ江戸っていう設定は重要なの。
大事ですね。現代じゃない方がいいんだ。現代じゃない方が絶対いい。でも思ったのがその季節とか自然とかとその人々の心がリンクしてるわけですよ、うん、それもあります。その感覚ってすごいなんか日本人的じゃん。あだから四季があるから時代物に合ってるのかなと思った。その確かにそういう感じかも。なんか私時代物の小説の読み方がちょっと分かんなくて素直にまっすぐ読んだんだけど、めちゃめちゃ読みやすかった、うんうん、めっちゃスラスラ読める。口調とかはその江戸の口調なんじゃない。そうだねそうだね。なんだかのぼしちまったねみたいな、うん、ちごちょっと川で涼んでこう。ほんまに大丈夫な読み方だね普通の口語だったね。あれこれ大丈夫だな。ぼんやりしちまった。ほんと大丈夫だなじゃあもう大丈夫だよ。貧しい中に必死に生きていて、多分この人たちにとってはそれは全然必死には生きてないんだよ、うんうんうん、それが普通というか当たり前に生きてることを。なるほど、ね、おこんなに胸熱というか熱く感じちゃうんだよ。なんて頑張ってるんだみんなとか、なんて理不尽な環境に置かれてるのにこんなまっすぐなんだみたいな。正直辛いんですよ、うんうん、しんどくなっちゃう。ちょっとだけ悲しいからけど、そのそういう苦しみを感じながらも喜びを感じて生きてる懸命さにすごいなんかもうポッって感じなの。伝わる伝わるのかな。私がその好きな話なんだけど、多分これソンムちゃんも好きだと思うんだけど、東中仮装っていう画があの間違ったタイミングで脱皮しちゃって死んじゃったっていう話で、うん、何がかっこいいかってこの話最初にそれ持ってきて最後にそれで締めるんですよ。画を見て身震いした自分が画になっちゃうの。自分がん画と同じ待って伝わってないな。三月期的なことあ違う虎になっちゃったみたいなガに身震いしていた自分がガと同じになっちゃうって話。あ境遇的にってこと。境遇的にじゃなくて本当にガになっちゃった。いやもう境遇じゃなくてもうガと同じ、あの私の色がもう、あの待ってるよとか伝わってる待ってるよ今はっきり言ったよ。死んだガのようなって言ってるからやっぱそうだよね、うん、これみんな読みたくなるかな。これ読みたくなってほしいんだよな私、うんうん、読みたくなった。 いいことは言ってたよ。え何言ってたそれはもうオンエアみたいな何出たんだろう。で私がそのじゃ好きな話だけ最後してきますね。そのガもめっちゃいいんですけど、うん、2つ目ガじゃないんだけどね、うん、あブックマ最後に聞きたいのはなんでこれが大賞取れたと思いますか。あそれはもう私が言葉にした懸命に生きてるからだと思 うその悲しさとか苦しみとか怒りとかの方が8割そういう話なの全部、うん、なのにその2割の木がめちゃめちゃ輝く。それを読んでいてすごい私は自分と重ねちゃった。で心が締め付けられる。この締め付けられるっていうのがやっぱりすごい受賞した経緯なんじゃないかなと思います。そこの描写もうまいってことね。うまいですということで今回は集英社から西条中さんの浦錆志賀をご紹介いたしました。一番最なんかね目次の時は2番目のやつが面白いって言ってたよね。あ2番目のやつもすごい面白いの言ってた。一番面白いの言ってたよね。だけどなんかガの話ばっかりしてんだよからめっちゃ読んでほしいのガは。ガとあの灰の男は読んでほしいの。ガを押し付けられてるそう